今回のテーマは、日産が開発した最強エンジン VR38Z についてです。 VR38Z エンジンは、日産が世界に誇るスポーツカー GTR-R35 のために製造されました。市販車最強エンジンといえば VR38Z という方も少なくありません。そこで今回は、日産が開発した VR38Z エンジンにフォーカスし、そのエンジンの特徴や性能について深掘りしていきます。動画が良ければいいねで応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。日産が開発した VR38 エンジン。日産が開発した VR38Z は 3.8 リットル V 型6気筒ツインターボエンジンで、日産の GTR 専用として設計されました。エンジン名の V は V 型エンジンを示し、 R はこのエンジンが GTR 専用であることを意味します。38はこのエンジンが 3800cc、 正確には3799cc であることを指し、 D は DOHC 二重上支点カムシャフト、 E は電子制御を表し、 TT はツインターボを意味しています。 GTR の歴史を振り返ると、1969年に発売された初代と1973年の2代目に搭載された S20 型エンジン、そして1989年の3代目から1999年の5代目まで使用された RB26Z 型エンジンは、すべて直列6気筒でした。これらのモデルの GTR のエンジンは直6エンジンであるという強いイメージがついていました。しかし6代目となる R35 型 GTR の開発にあたっては、これまでの伝統を破り、 V 型6気筒エンジンが採用されました。この大きな変更は、 R35 型の開発プロセスが従来の車の設計手法と大きく異なるアプローチから始まったためです。具体的には、 R35 型の開発では、まずリアタイヤのグリップ力を確保することが最優先事項とされました。ついで、世界初となる独立型トランスアクスル 4WD 機構の採用が決定されます。このシステムでは、クラッチ、トランスミッション、トランスファーがリアファイナルドライブと一体化されています。その後、前後の重量バランスが細かく調整され、最終的にエンジンの使用が決定されました。高い運動性能を実現するためには、重心位置をフロントアクセルよりも後方に配置するフロントミッドシップレイアウトが必要でした。この配置を可能にするには、エンジンの全長が短いことが求められ、その要件を満たすために直6ではなく、よりコンパクトな V6 型エンジンが採用されることとなったのです。ノーマルで最高出力500馬力。日産の VR38Z エンジンは、2007年10月に発表された初代 R35 型 GTR 専用に完全新設計されたものです。このエンジンは、初期モデルで 480PS の最高出力と 60kgfm の最大トルクを発揮しましたが、その後のモデルアップデートにより性能が順次向上しています。2008年12月のモデルでは 485PS に、2011年モデルではさらにパワーアップして 530PS と 62.5kgfm、 そして2012年モデルからは 550PS と64.5kgfm にまで引き上げられました。ノーマルで500馬力超えとは驚きですよね。ちなみに VR38Z のチューニングとしては、本体に手を入れずに、タービン、ECU、インジェクター、インタークーラーなど
周囲のパーツを交換することで800馬力まで引き出すことが可能です。 VR38Z のシリンダーブロックは先代の GTR に搭載された RB26Z 型の鋳鉄製から金型成形のアルミニウム鋳造製に変更され、大幅な重量削減を可能としました。さらに高出力時の剛性を確保するため、従来の V9 エンジンで用いられていたオープンデッキではなく、より剛性の高いクローズドデッキ構造が採用されています。また新たに導入された低炭素鋼をプラズマ溶射でコーティングしたライナーレス構造により、ボア管温度を約40度程度下げ、3kg のエンジンの軽量化に成功しました。シリンダーヘッドはペントルーフ型の燃焼室を採用し、吸気2、排気2の4つのバルブが組み込まれています。吸気側のカムシャフトには可変バルブタイミング機構が搭載されており、これによりエンジンの効率が向上しました。2012年モデルからは出力増加とその影響で燃焼温度が上昇したため、エキゾーストバルブには過去の RB26Z で使用されていたナトリウムが封入され、これにより温度管理が改善されています。またターボチャージャーは IHI との共同開発により、エキゾーストマニホールドとタービンハウジングが一体化されたインテグレーテッドターボが採用されており、排気効率が向上しました。排気ガス対策においても VR38Z は先進的な手法をとっています。エンジン直後に二次エアーシステムと左右合計4つの触媒が配置されており、これにより平成17年基準排出ガス 50% 低減レベル星3つの達成が可能になりました。2011年モデルではさらに改良が加えられ、超低貴金属触媒やマイコン搭載の ECM エンジンコントロールモジュールが採用され、平成17年基準排出ガス 75% 低減レベル星4つを達成しています。さらに使用燃料に関しても特別な配慮がなされ、無煙プレミアムガソリン専用とされています。無煙レギュラーガソリンの使用はいかなる場合も禁止で、またハイパフォーマンスを維持するためにエンジンオイルもメーカー指定のモービル1やサーキット走行に特化したモチュール製ニスモコンペティションオイルタイプ2193E5W40 が推奨され、それ以外のオイルを使用した場合は保証対象外とされています。このように VR38Z は技術的な進化を経て自動車の最先端を象徴する存在になり、日産の伝説的な車種を支える心臓となったのです。1日わずか8台？匠が1機ずつ組み立て。 R35 の心臓部である VR38Z エンジンは特殊な製造方法が採用されています。エンジン製造は匠と呼ばれるわずか5人の職人だけで全工程を手掛ける手組み方式となっているのです。組み立てはクリーンルームで行われ、1人の職人が手組みで組み立てます。品質管理も徹底しており、高性能かつ信頼性の高いエンジンを生産しています。それぞれのエンジンが最高のパフォーマンスを発揮できるように、各パーツの調整や組み立てに最大限の注意を払う必要があるため、この手組み方式が採用されました。1台のエンジンを組み立てるにはおよそ3時間30分かかり、1日に平均してわずか8台しか製造できません。そして匠によって製造されたエンジンには、エンジンを組み立てた匠の名前が記されたプレートが貼り付けられています。匠による緻密な手作業は、日産が自動車製造において長年にわたり培ってきた
ものづくりの精神と技術力の表れといえます。創業90年、日本初の自動車量産工場。このエンジンが製造されているのは1935年に創業を開始した日本初の自動車量産工場である横浜工場です。以来、日本の自動車産業の発展に大きく貢献してきました。現在はエンジンやサスペンション部品、EV ハイブリッドカー用モーターなどを一貫生産しています。敷地面積は53万7000平方メートルと広大で、2024年現在3000人以上のスタッフが勤務しており、世界トップクラスのエンジンを生産しています。今後もこの横浜工場からさらに多くの革新的なエンジンが開発されることが期待されています。そして今後も自動車産業の未来を形作る重要な拠点であることは間違いありません。横浜工場は工場見学も可能で、自動車製造の現場を肌で感じることができます。興味のある方はぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。私も横浜に行った際にはぜひ立ち寄ってみたいと思います。皆さん、日産が開発した最強エンジン VR38Z についてどのように思われますか？今回の動画でこれぞ技術の日産と思われた方も多いと思います。皆さんの感想や意見をコメント欄でお待ちしております。さらにこの動画が良ければいいねとチャンネル登録していただけると大変励みになります。 X と LINE でも発信をしていますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。